久保さん。いや、久保さんと即果塾、鳥垢と即果塾は、非常にいいバランスですよね。<laughs> あの、まあ、その、高い、要は、えー、なんだろうな。ベンツもあれば、軽自動車もある、うん。価格で言えばね、価値は変わんないんですけど、価値は変わらないけれども、その、一般の人たちは価格でやっぱ見るので、で僕のこれね、テーマとしては、 戦略ですね。僕の戦略で。あの、久保さんがその、えー、っと、優等生じゃない人をどうするかっていうところで、僕の場合は優等生じゃない人を無料でやるってことですね。まあ久保さんもやってますけど、要は別に、僕セールスはしますけど、無料、で買わなくてもいいよっていうことも言うし、なんだろうな。正直前みたいにガリガリじゃないですよね。なんか入ったら稼げるぜみたいな。 まあ、数十年前はやってたんですけど全くやってないのでだから僕は無料でその、うん、問題点を、ね、解決してで無料である程度考え方も変わる無料である程度稼げるようになるとか前に進めるようになった上でじゃあドリームアカデミアがあるよっていうとこに持っていくって感じですねもしくは安い商品を買ってもらってそれを勉強してもらってある程度ステップ踏んでもらって最終的に取りや化って話ですねだから初心者 うが、どのこうのっていう話じゃなくて、初心者、まだうまくいってない人は、とにかく無料で見てもらって、まあ僕の価値に気づいてもらうってことですね。それをやるって感じですかね。で、別にドリームアカデミアが高くてもうそ、価値とかわかるけども、価格が高すぎて入れないっていう人は、まあ、安い商品も用意してるよと。まあ久保さんのところに行けば3万でど、あの、そこかしか入れるよって話で。そんな感じですね。だ,だから、無料でずっとするし、 てか、む、ぶっちゃけ言うと無料の動画の方が多いですからね、久保さんね。<laughs> 僕、無料の動画の方が多いですもん。まあ、ドリアカの講義もまあまああるんですけど、ドリアカの講義も何千本かありますけど、無料、無料の動画1万6、6千本 ?7 千本来年2万本いくんで、じゃあ2万本の無料がドリアカにあるのかっていうとないので、無料の方が多いんですよ。これからも、比率としては無料の方が圧倒的に絶対多いですし、 だ無料で見てもらって、僕の価値に気づいてもらうってことですね。で、あとは僕はその、まあ、久保さんは今ちょっと引退してね、あの、なんだろうな、ああ、隠みたいにやってる部分があるので、まあ、久保さんがビジネスガリガリにやってた時に、この割合で言うならば、久保さんも100万円の商品をセミナーで6人で600万上がりましたって報告もらったことありますけど、多分、安い商品を買うより、その100万を 買った人の方が多分行動もパワー行動のパワーですよね多分あるはずですこれは100%ではないけどもこれは何でかっていうと僕思うんですけどあのー、なんかこういう人はいるんですよなんかつまんでつまんでトータルいくらでかい金額はまあまあいるんですけど一発ドカンで払うってこれ払くくるとか覚悟必要なわけですよ単純に 例えば、まあ、あの、大学も中退する人もいますけども、要は、ある程度高いボリュームを払うっていうのは、本当にその、なんだろうな、中途半端で払えないんで、めっちゃ真剣に悩むだろうし、めっちゃ悩むだろうし、なんだろうな、そこにお金を投じるってことは、腹くくれるわけですよ。くくんないためだし。だから、割合的に言うのならば、高く設定した方が、僕は確率が上がると思ってます。 僕は15年やって15年もういろんな価格帯の商品売ってきて思うことがやっぱその安い商品のお客さんの行動パワーと高い商品のお客さんの行動パワーはやっぱ明らかにちょっと違うともちろん全員が100こっちはじゃあそだからといってこっち100%かって言うと100%ではないですよないんだけどもうーんこっちの価格がすげえ安いのとこっちは高いので見るとやっぱりこっちの方がパワーありますねじゃあパワーがあった方がー結果出やすいじゃないですか って話で。僕はもうドリームアカデミアに関しては価格を高くして入り口をもう、なんだろうな。うん、腹くくんないと入れないみたいにして、日本一にしたいんで、日本一のある程度入り口を作るって感じですよね。うん。だから、本当にお金稼ぎたいであるならば、本当にその、なんかその物を買うわけではないので、なんやろうな。 うーん自分の人生というかそのお金を稼ぐために必要なエッセンスを学んでいくわけじゃないですか,だから単発月収100万でもなければずっと稼げるわけですよこのスキルがつけばねだからまあ久保さんも言ってますけどあの会社を設立する、うん、自分で事業を立ち上げるっつったらそんな費用そんなかかりますよ、まあ、ほんと店舗とかね、まあ、今店舗やろうと思う人はまあまあいないと思いますけど まあ東京で店舗やろうと思ったらね何千万かかかるんだな時には何億とかね立地によってはかかるでしょうねうんっていう初期投資が必要なわけですよ一人で稼ぐ事業をするっていうのはうんだからまあそう考えると僕は安いと思いますねただしそこはうーん事業をこれからしていくんだっていう人の考え方と副業でね ちょっと稼げればいいなっていう人の考え方のベースが圧倒的に全く違うので、だから、まあ、高く見えるでしょうね。うん。だから僕の、なんだ、熟成さんとかお客さんの中でも、普通に100万円ぐらいの単価の商品普通に売ってる人いるんですよ。普通に。で、それを払う人でやってる人いるんで、だから別になんだいいんじゃないですかね。 まあだから久保さんはね、やっぱね、今ね、特殊ですよね。隠居なんで <laughs>。だから久保さんが多分ね、このやり合いしたのもちょうど多分バランス良くて、久保さんが多分隠居してる時じゃないですか。うん。で、今なんか隠居の隠居の、でもだいぶ佳境に入ってると思うんですけど、当時そのセミナー久保さんがバリバリやってて、100万円の商品とかバリバリセミナーで売ってた時に、このやりとりしてたらまた多分いろいろ変わって、 トークは変わってたでしょうね。だ今ねちょうどいいんじゃないですかバランスが <laughs> もう僕薄く感じるんですけど久保さんのこの隠居のスタイルと僕のもう毎月商品ガリガリに売ってるこの久保哲郎の昔みたいな感じですよ僕ね <laughs> そうタイムマシーンですよね <laughs> だから僕が多分久保あの50とかいやなんだ60になったら久保さんみたいなスタイルになって久保さんはなんどうなってんだろうな分かんないですけど <laughs> 僕だって目指してるの久保さんですもん 久保さんですね。だから、僕も独立して4年ですか。久保さんなんか一人で40歳だからもう8年やってるじゃないですか。だから僕の2倍やってるわけですよね、常に。<laughs> あと、まあ4年ぐらいやったら久保さんになれるかもしれないですね。<laughs> アイスは別に買わなくてみたいな,な。もう何も紹介しない。でもね、まあドリアカは日本一にしたいんで、バンバンそのお客さんの声とかは使いますけどね。希望がないとダメなんで。希望が。 だから常にその結果出た熟成さんとか音声対談とかするとか対談してあのあやればそうなるんだっていう常に希望を見せるっていうことは僕大事だと思うんでやっぱその不安なんですよねこのままやってても大丈夫かなとかその稼げんのかなっていうところであ本当にやれば稼げるんだっていう希望っていうのは同じ熟成さんでこういう結果が出ててですじゃあ ただ、稼げましたではなく、じゃあ、まあ、僕が音声対談で気をつけてるのは、なんでその、継続できる、な、そこの、継続できるようになったそ、そこのフックは何だったのかとか、なぜその、マインドブロックが外れたのかとか、そういうところをインタビューしてます。うん。だまあこれは僕の音声対談を聞いてもらえばわかりますけど、なんだろうな。稼げたっていう部分も,もちろんフックとしては使うけれども、 ちゃんとコンテンツになってる。うん。だからそれは意識してますけどね。うん。要はそれは聞いてて、あ、やっぱりそうだよね。あ、やっぱそういう考え方じゃないとダメだよね。っていうのを僕からじゃなくて、結果が出た熟成さんから同じポジショニングで言ってもらうことによって、多分希望出ると僕は思ってるんで。久保さんだからでしょ。吉谷さんだからでしょう。っていう絶対言われるんで。だそれわかってるから。<laughs> いや、だったら、 結果出た熟成さんから言ってもらった方が、あの、納得しやすいじゃないですか。どう考えても。うん。さ隠居してる久保さんに言われてもさ、隠居してるでしょっていう話で、ここに対して共感を得るのは難しいと思うんですよね。いや、久保さんみたいにそんな動画撮れねえし、みたい吉谷さんみたいにそんな動画撮れねえし、みたいなね。<laughs> だ僕の熟成さんで僕より動画撮ってる人誰一人いないですからね。<laughs> うん。僕が一番やってますから。うん。 そうなんかね、僕基準で言ったらみんな多分ね無理ですね。1万、1万本取ってゼロだよっていう基準を持ってる熟成さんさすがにいないですね。<laughs> この基準でやってもらいたいですよ。やってもらいたいですけど、まあいないですね。<laughs> で、いたとしてもじゃあそれは実行できてるかどうかが大事なんで僕は有限実行でやってますから。<laughs> うん。はい。まあということで僕はですね、ひたすら無料でやるし、安い商品も売っていくし、 で、その、お金がなく、ないけども、やる気はめちゃめちゃあるっていう場合は、もう、無限に無料見れますから、これからも作り続けていくんで。今年ね、アンケート取ったんですけど、今年吉谷さんの無料の、ありがとうございましたっていうね、もう何人も来ましたよ。<laughs> マクボさんももらってると思いますけど、来年も再来年も死ぬまで無料コンテンツはもう、引き続きめちゃめちゃ作っていくんで、1円も払わなくていいよと。うん、価格で見る。 であるならば、だって価格で見るんだったら絶対無料のはいいじゃないですか。1 <laughs> 円もかかんないんだから。もういくらでも1万本でも2万本でも100万本でも無料作るんで。100万本作っておりますよ。無料で。うん。1円もかかんない視聴。視聴ただっすね。100万本見るのに。で、それを見てね、何か変わ変わったりとか、うん、稼げるようになったら、なんだろうな、うん、ドリームアカデミーは検討してもらえばいいんじゃないかなと。だから僕ね、価格を高くして、 高くしていく上で気づいたことがあって、やっぱり、あの、先ほども言った通り、価格を高くした方が、やっぱり腹くくらないと入れないので、あの、正直、優等生っていう、優等生が来ます。高い確率で <laughs>。優等生がね。うん。で、優等生を入れた方が、結果的にいいので、ぐるぐ、あの、なんだ、いいものをいい人がやるってことですね。 だから結果も出やすいっていう。だからそのうーんなんだろうな。な,なんだ表現表現難しいっすね。なんて言えばいいんだろうな。東大じゃないよな。でも東大に入ろうと思う人って多分。 めっちゃ勉強してると思うんですよね。どう、どうすかね。こ、まあ、こ、志というか意識高くないと、多分、めっちゃ勉強してるっていう勉強、まあ、実際にそれもし、しないと入れないと思うんで、なんか、めっちゃ努力するじゃないですか。うん。だから、東大、まあ、ちょっと似わせちゃうかもしれないですけど、まあ、そういうなんかとこ、とこを作りたいなっていうところですね。 もうがんめちゃめちゃ頑張んないと入れないし、なんだろうな、うん憧れであり、いつか入りたいなっていうところですよね、うん。で、それに向けて頑張るみたいな。だから、いつか、なんか、あこれ、これで終わりましょう。だからいつかキット乗りたいなみたいな、キット作っちゃうみたいな感じですね。 キットが、もしですよ、キットが市場に何百万台もあって、中古車屋さん行ったらキットどこでも売ってたら、やっぱりその、キットの価値ってちょっと薄まる部分あるじゃないですか。どこ行ってもキットあるみたいな。<laughs> あのキットがすげえって言われる理由だったりとか、わーって感動をしてもらえるのって、市場にそんなないし、あと、価格も安くないですよね。1000万ぐらいするわけじゃないですか。 っていうのがあるから人に感動を与えられると思いますし、あれが街中キット全部走ってて、中古車屋さん行ってキットが全部売ってたら、感動ないと思うんですよね。うん。だから憧れの車キットをね、僕は作るわけですよ。<laughs> ドリームアカデミア <laughs>、いつか入りてえな、みたいな。だからそれを僕は作るために頑張りますね。うん。そう思ってもらえるように頑張るし、自分の価値も高めていかないといけないし、うん。 まあそんな感じですかね。はい。いってらっしゃい。